アーノルトは月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。1690年の水星太陽面通過を観測したドイツのアマチュア天文家、クリストフ・アーノルトにちなんで名付けられた。地球からはアーノルトを月の北北東の円付近に見ることができる。アーノルトは円に近い形状をしているが、月の円の近くに位置しているために、 地球からは大きく楕円形に歪んで見える。アーノルトは氷の海の北東に位置しており、アーノルトの南方にはデモクリトスが位置している。アーノルトの西にはモア領が、アーノルトの西北西にはベーテルスが位置している。アーノルトの周壁は隕石の衝突などによって大きく風化しており、激しく損傷している。南西の周壁には隙間があり、アーノルト J が位置している。 アーノルトの東側の周壁は他の部分に比べて低く、風化が著しいが、アーノルトの北側半分の周壁は原型をとどめた状態である。アーノルトの北東の周壁には、アーノルト A が隣接している。アーノルトの内部は溶岩によって覆われており、いくつかの微小クレーターが散在する平坦な土地である。アーノルトの底面に存在する小クレーターのうち、最も目につくクレーターは、 アーノルト F であり、アーノルトの底面の北西部に位置している。アーノルトに中心球は存在せず、中心球が存在した形跡も確認することができない。アーノルトのごく近くにある小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。